はい、主要です。まあ、外食を繰り返したりとかですね、まあ、外で食材を買ってくると、まあ、いろいろね、添加物とかが入っているわけですね。食材の中にこう、添加物っていうのは保存量であったりだとか、風味を良くするためにこう、入れられてるもんですけども、まあ、その添加物って何百種類もあるわけなんですが、その中で最も使われているのは何ですかっていうと、まあ、MSG っていうものなんですね。えー、グルタミン酸ナトリウムってものですが、まあ、MSG って何かっていうと、まあ、一番簡単にわかりやすく言うと、味の素ですよね。 で、MSG っていうのは日本で初めて、まあ、発見されてるわけなんですけど、まあ、1900年代の前半に発見されていて、まあ、海藻から発見されてるんですね。で、今ではグルタミン酸は、まあ科学的に合成で作られてるんですけれども、まあグルタミンというね、アミノ酸からこう作られていくわけなんですが、まあ食品添加物だという感覚なんですけども、例えばトマトとかチーズの中にはね、入ってるんですね。で、MSG って何の役割を果たすかというと、まあ味覚の細胞にですね、影響を与えて、 まあ、旨味を感じさせる、香ばしさを感じさせるってものなんですね。だから、まあ、簡単に言うと、入れると美味しくなると、うまくなるって方なんですけども、この MSG っていうのは、まあ、長期間にわたって、しかもこう、大量に使うようなことがあると、まあ、潜在的に健康被害があるよってことが、いろいろ研究で示されてるんですね。動物実験とか、人の研究からはですね、まあ、神経に対する毒性があるよとか、まあ、神経毒性ですね、があるよってことであったりだとか、 あとは動物実験でインシュリン抵抗性とか対等の低下、まあかなりと糖尿病になりやすいっていうことが示されたりしています。実際、政治の研究でですね、MSG をたくさん取っている人と MSG を取る人が少ない人では、メタボリック症候群とかになりやすいっていう疫学のデータもありますし、MSG の量が増えれば増えるほどね、こういったリスクが上がるよってこともわかってるんですね。 で、MSG そのものは、さらに悪いことに、まあ、食欲とかで、ね、それから満腹感っていうところのホルモンのバランスを崩してしまいます。まあ、レプシンっていうね、満腹を感じるホルモンの感じ性を鈍らせることによって、まあ、潜在的にまあ肥満を引き起こすってことも起こりやすいわけです。あとは、実験データではね、まあ、生殖細胞のトラブルであったりだとか、まあ、心臓血管に関しては、心拍数が下がったり、血圧が上がったり、まあ、心拍変動っていうね、まあ、自律神経系のトラブルですね。 交換神経と副交換神経のバランスを崩したりなんてことも MSG は引き起こされると。で、まあ、ただ人に対して最も有害な副作用として知られているのは、チャイニーズレストラン症候群ってやつですね。まあ、中華料理食べた後っていうことで、まあ、アメリカとかで,ですね、えー、中華料理店に行くとえらい目に遭うぞっていう、まあ、チャイニーズ、えー、レストランシンドロームってのがあるんですけども、まあ、これはもうかれこれ40年以上前に報告されてるんですが、まあ、中華料理には、ね、大量にこう MSG が使われているんで、それに伴ってこう出てくる副作用ですね。 食べて20分ぐらい経った後に、まあ、動機がしたりだとか、全身倦怠感があったりだとか、下手するとブツブツが出てきてね、えー、水ぶくれになったりだとか、えー、顔面が補石したり、めまいが起こしたり、なんかいろんなことが起こるわけなんですけども、まあ、MSG の量が 3g 以上ですね、えー、摂取すると、まあ、こういったことになりやすいと。まあ、頭痛とか血圧の上昇を引き起こしやすいということで、えー、中華料理大量に食べ過ぎるととかね、そういった中華料理でも、えー、たくさん MSG を使っているようなレストランで食べると、まあ、こういった、えー、なんかおかしいなって症状が出やすいってことなんですね。 だから、まあ普段からですね、結構こう MSG の量がたくさん取りすぎないように気をつけなきゃいけないんで、まあそもそも自宅でね、あの料理作るときにあまり使わない方がいいよってものなんですけども、まあどういったものに MSG がたくさん入っているか。代表的なファーストフード。まあハンバーガーとか、まあ中華料理でもそうですし、えー、外食の代表的なものには必ず入ってます。からあとはスナック菓子ですね。ポテトチップスとか、えー、ドリトスとか、まあね、プリングルスとかもよくあるやつですね。ああいったものにはこう大量に使われてますよね。 それから、あとは、ま、自宅で料理していてですね、調味料とかですね、またシチューとか炒め物の作るためにこう、入れるものをですね、調味料のブレンドの中にも大量に入っているんで、自宅で作ってると言ってもちょっと安心にならないというか、あとは冷凍食品とか、スープ類とか、ま、あとは加工肉ですね、ソーセージとか、あの、ハムとかそういったものには大量に入れられてますし、 えどうしてかっていうと、塩分の量をですね、削らなきゃいけないっていう、まあね、規制があったりしますよね。ナトリウムを減らしたいという時に、実は MSG を代わりに入れると、まあ、あの、塩がね、まあ、たくさん入ってないと結構こう、味がボケちゃったりするところが、まあ、引き締まったりするんで、代わりにこう、入れるってことが行われてるんですね。だから結果的に塩分、控えめになってる分だけ MSG がたくさん入ったりすることが多いです。 あとは市販の調味料であったりだとか、インスタントラーメンですね。まあインスタントラーメンっていうのは、まあ結構いろいろ入ってるんですけども、インスタントラーメンの世界一の消費国の韓国でのデータではですね、えー、研究に参加した、えー、若者3500人ぐらいのデータですけれども、 えー、大体週に3回以上ですね、インスタントラーメン食べると。まあ、韓国だとそれが当たり前だそうなんですけども、週に3回ぐらいインスタントラーメン食べるような人たちは、やっぱり中性脂肪とかね、血圧が上がったりだとか、血糖値が上がったり、みたいなことが起こりやすいということで、まあ、この要因はおそらく MSG を大量に取っているせいじゃないかな、ということが言われています。 まあ実際はですね、MSG って結構ね、感受性、カフェみたいな感じで、まあちょっととってもピリピリする人から大量とっても大事な人までいるんですけれども、基本的にはなるべく避けるってことをしなきゃいけないんですが、先ほど言ったように潜在的にね、入っているものもたくさんあるのでえ、先ほど思ったらやっぱりね、あの自分で調味料とか選んで、あの使わないといけないと。まあ味噌とか醤油とかもね、なるべくそういったもの入ってないものを選ばなきゃいけないですし、なるべくその合わせ調味料みたいなやつも自分で作った方がいいわけですよね。 あと、その MSG の毒性に関しては、 ビタミン剤が結構ね、その毒性を和らげるなんてデータがあるんですね。だからビタミン A とか C とか D とか E とかっていうのは、えー、MSG の毒性を和らげるということは、まあ基本的には、えー、そういった、えー、天然のビタミンの入っている食材、まあこの後野菜とか果物とかそういったものになりますし、あとは動物性の食品をね、あのー、取ることも大事になってきますし、あと、クルクミンっていうね、まあいわゆるウコンですね。ウコンもこういった MSG の毒性を、えー、和らげるなんてデータもあるので、やっぱり天然のハーブとかもね、結構重要だったりするということなんですね。 だから、まあえー、市販のものを、ね、どうしても食べなきゃいけないってタイミングがあるのでそうなると、えー、それを打ち消すようにですね、まあ、自分たちで食材を、まあ、選びながら食べていく必要があるよということになると思います、まあ、現代の世の中は、ねまあ、MSG が必ず、まあ、外食すると入っていると思って対処しなきゃいけないので、まあ、そうなると、えー、どうやって自分たちが、ね、食生活をキープしていくかということは、えー、考えていく必要があるよということをです、ねまあ、もう一度確認しておいてください今日の話、ね、役に立ったよという方は高評価のボタンをお願いしますチャンネルフォローもよろしくお願いします